どうも、06の東堀です。この度は、広島県で開催されますジャングルハンター福山、会場はビッグローズなんですけども、2月14日日曜日ですね、ジャングルハンター福山に出展することが決まりました。で、本日はそのイベントに持っていく販売予定個体紹介を、していきたいと思っております。では早速紹介していきます。今回ちょっとアイボリー系が多くなるかもしれないんですけど、まずこの個体がちょっとね、今脱皮前なんですけど、シナモンスパイダーアイボリーのメスです。まあ脱皮前なんでね、ちょっと目くすんじゃってるんですけど、まあシナモンとスパイダーとアイボリーが入ってますね、のメスです。で、まあ、あの結構模様とかも消えちゃってるんで分かりにくいんですけど、まあコンボで言うと、まあこれにフリーウェイ系とかかけると、まあシナモンフリーウェイとか、過去にあのシナモンフリーウェイ販売したことあるんですけど、すごい結構フリーウェイよりもかなりモノトーンというかね、黒くて、かっこいいモルフなんですけど、まあそれにまあスパイダーも入るということで、まあスパイダーがフリーウェイに入ると、まあ、かなり乱れるんで、まあさらにこうかっこいい、フリーウェイコンボ出るんですけど、まあそれのメスですね。そのフリーウェイではないんですけど、アイボリーですね。シナモンスパイダーアイボリーのメスですね。この個体が18万で販売予定です。で、今ちょっとあの軽く触れた、スパイダーフリーウェイがちょっと今店頭に在庫してるんで、まあちょっとこれ販売個体じゃないんですけど、ちょっとあの参考にお見せしたいと思います。これがスパイダーフリーウェイですね。なんでスパイダー、イエローベリーアスファルトですね。イエロービルとアスファルトで、フリーウェイというスーパータイが出るんで、それにスパイダーが入るとこういう風に柄がすごい細かくなって、なんか僕的には結構ドストライクな表現なんですけどね、かなり派手な、コンボができますね。で、さっき の、 シナモンスパイダーアイボリーは、まあ、こういうのを作りやすいコンボというか、そういうコンボだと思います。続いての個体がパステルエンチアイボリーのメスです。まあ、この個体は先ほどのアイボリーにパステルとエンチが入ってるんですけど、まあ、パステルが入るとまあこういう風にあの頭が白く抜けて、でなおかつ体の色も白くなりやすいんですけど、まあ、こういう個体みたいに蛍光色が出る場合もありますね。ね、プラスエンチが入ってます。まあ、その頭のこの柄とかね、このアイラインの太さとか、まあ、その辺がエンチの特徴出てるかなと思いますね。で、エンチ入ると体色も結構普通のパステルアイボリーよりもより蛍光色出る傾向にあると思います。これが、パステルエンチアイボリーのメスで、9万円で販売予定です。で、続いての個体が、スーパーエンチアイボリーのメスです。エンチのスーパー体のスーパーエンチですね、と、アイボリーのコンボなんで、まあ、2つのスーパー体が入ってるコンボですね。まあ、実質は40コンボかなと思います。やっぱスーパーエンチになるとシングルのエンチよりもこういう風にアイラインが太くなるんで、アイボリーになっててもまあ結構分かりやすいかなと思いますね。もうかなり極太のアイラインですね。これスーパーエンチアイボリーのメスです。もう体 もう黄色がかなり強いですね。もうアイボリーっていう、まあね、粒子系なんですけどになってもこの分かるぐらいこうスーパーエンチの表現というか色の表現も出てますね。でこのなんか大ぶりな、この、まあ、よく見ないとちょっと分かんないんですけど、このうっすら出てる黄色のバンデットの大ぶりな途切れとかも、まあ、スーパーエンチの影響かなと思いますね。この個体はメスで、16万円で販売予定です。まあ、少し育ってますね。で、続いてがバナナアイボリーのメスです。この個体ちょっとまだ確実にイベントに持参するか分からないんですけど、まあ、ちょっとキープ想定している個体で、まだちょっと未定なんですけど、メスですね。バナナアイボリーのメスです。ちょっとね、フンがついちゃってて頭とか汚れてるんですけど、ね、体色は結構クリアな白なんですけど、背中の黄色いラインが結構特徴的な個体ですね。うん、で、まあ、バナナのメスって、まあ、やっぱり珍しいんですけど、まあ、ご存知の方もいるかとは思うんですけど、バナナっていうモルフが結構オスばっかり生まれるんですよね。基本的にオスはメールメーカーって言われていて、まあ、親にオスを使った場合出て生まれてくる子供のバナナ絡みの個体は、まあ、基本的にほぼ確実にオスが生まれてしまうという、モルフなんですけど、で、まあ、ごく稀にメスが生まれるんですけど、そのメスを使うと、まあ、メス、まあ、フィンメールメーカーって言われていて、まあ、メスばっかり産むメスだったりとか、オスメス両方産む、メスがオスメス両方産むことがあるんですけど、まあ、そのメスから生まれたオスはまたフィメールメーカーって、次はメスを産むオスだったりっていう、まあ、ちょっとこう変わった遺伝をするモルフなんですけど、なんで結局はそのメスの流通が少ないんで、どうしてもメスが高価になりますね。少し値段高くなります。まあ、少しというか、まあ、シングルモルフでいうと、まあ、2021年現在、まあ、シングルのバナナオスの値段でいうと、まあ、大体3万円台ぐらいかなと思うんですけど、3万円から4万円ぐらいかなと思うんですけど、まあ、メスでいうと、まあ、国内で大体まあ、6万円から8万円ぐらいかなと思いますね。だいたい 1.5 倍から2倍ぐらいの値段がしますね、バナナのメスの場合は。まあ、その、コンボの、バナナアイボリーですね。なんでバナナと、スーパーイエローベリーですのメスなんで、まあ、この個体を使って、
子供を取れば生まれてくるバナナは、まあ、メスが多い、まあ、メスが生まれてくるバナナということですね。でなおかつそのもし仮にオスが生まれてきてもそのオスはフィメールメーカーと言われていて、まあ、あのメスを産むオスと言われていますね。これバナナアイボリーのメスで30万円で販売予定です。ちょっとこの個体はまだちょっとあの持参するかも未定なんですけど、続いての個体がモチファイアヘテロウルトラメルのメスです。モチって何かというと、まあ、モハベとエンジの略なんですけど、まあ、モハベエンジ略してモチって言われてます。これはまああのモチっていうなんかねこの日本語っぽい略称なんですけど、これは日本人が勝手につけたんじゃなくて、もうあのアメリカ人もあのモチと呼んでます。まあ、普通にモハベエンジって呼ぶブリーダーもいるんですけど、まあ、モチって呼ばれることが多いですね。で、にファイヤーが入ってるヘテロウルトラメルですね。まあ、モハベとエンチって、まあ、モハベってこうね、サイドの模様がこういう風に大きい模様になって、結構サイドの模様が強調されるようなモルフで、結構あのご存知の方はもうボール買ってらっしゃる方だったら多いと思うんですけど、そこにエンチが入ると、まあ、模様はね、そこまで変わらないんですけど、色が結構もう、もち独特の色というかね、こう、淡さが出つつも金色が出る色になるんですけど、そこにファイヤーが入ってる、入ることによってこういう風なクリーム色というか、まあ、こういう色になる、なりますね。それのヘテロウルトラメルです。これがモチファイアヘテロウルトラメルのメスで9万円で販売予定です。続いてが、モハベのダブルヘテロウルトラメルデザートゴーストのメスです。でこの個体はちょっとあの今脱皮前なんで白くくすんでしまってるんですけど、脱ぐともっとこう黒が出ててなおかつこうあの黄色というかね背中の黄色とかも出てる個体ですね。先ほど のモチファイアと比べるとまあ、色が全然暗いですね。こっちの方がエンチとファイアが入ってないっていう感じなんで、表現で言うとモハベのシングルですね。なんでより黒いです。まあ、ただ表現は先ほどのモチファイアと似てて、まあ、サイドのこのモハベの模様しっかり出てて、まあ、単純にモハベとして綺麗ですね。のウルトラメルデザートゴーストもダブルヘテロですね。2つのヘテロが入っているということですね。まあ、モハベウルトラメルはあの以前販売したんですけど、あのまあ結構こうウルトラメルの色合いなんですけど、よりモハベの柄でより淡くなってますね。モハベが入ると淡くなることが多いですね。シングルは結構こういう風な黒が濃い個体も多いんですけど、まあ、淡くなる個体もいて、基本的にコンボになると割と淡くすることが多いかなと思いますね。のダブルヘテロウルトラメルデザートゴーストなんで、まあ、デザートゴーストとウルトラメルのコンボも僕実際生でねちょっとまだ見たことないんですけど、写真ではね見たことあるんですけど、ウルトラメルデザゴってめちゃくちゃかっこいいですね。ウルトラメルってこう結構こうマットな感じのこうキャラメル色というかねそういうのが出るんですけど、そこにデザートゴーストっていうねこうホワイトアウトさせてコントラスト効かせるようなモルフが入るわけなんですけど、もうなんか結構激変形のダブルレッセイで、なんかねなぜかこう白くなったりとかね、こう白緑というかな、結構黄緑色の発色出たりとかで、もうかなりかっこいい、ダブルレッセイですね。はい、のモハベダブルヘテロウルトラメルデザゴのメスで25万円で販売予定です。で続いての個体がバンブルビーダブルヘテロ TSK アザンデザートゴーストのメスです。バンブルビーなんで、バンブルビーっていうのはパステルとスパイダーの別名ですね。パステルスパイダーで別名バンブルビーっていうんですけど、その個体にダブルヘテロですね、2つのヘテロが入ってるわけなんですけど、まあ、TSK アザンと、デザートゴーストのヘテロが入ってます。でまあ、あの表現としては、まあ、単純なバンブルビー、まあ、パステルスパイダーなんですけど、そのヘテロをですね、その2つのレスがのヘテロが入ってるんですけど、まあ、デザゴアザンですね、まあ、あのまだ僕は生でデザゴアザンを見たことないんですけど、まあ、写真とかでしかね見たことないんですけど、もう半端じゃない、見た目したダブルレスですね。まあ、あのアザンとデザートゴーストって両方とも、カラーモルフですね。あのカラー色に作用するモルフなんですけど、アザンは、まあ、アザンティックっていうんですけど、まあ、あの黄色色素が欠乏するモルフで、まあ、簡単に言うとモノトーンになるモルフですね。そのまあ簡単に言うと白黒ですね。あの茶色が抜けて白黒になるモルフ。ただそのやっぱり成長とともにボールパイソン全般に言えるブラウンアウトっていうのをしていって、個体によってはかなり茶色くなってしまったりだとか、ただまあ結構ハイグレードな個体とかは割とアダルトになってもモノトーンな銀色が残るんですけど、にその次はデザートゴーストですね。デザートゴーストっていう結構まあベビーの時はクリーム色なんですけど、まあ、成長とともにホワイトアウトしていって、まあ個体によってはもうかなり白くなってもう白黒みたいな感じになるレッセモルフなんですけど、そのダブルヘテロが入ってるんで、仮にそのまあダブルヘテロが両方表現して、まあこれ同士をかけてね、あの子供でバンブルビーデザゴアザンとかが取れたら、まあ、かなりもうブラあのアダルトになって もう白黒が残るような、まあ、あのデザゴとアザンのいいとこ取りがしたような、コンボが生まれるんじゃないかなと思います。まあ、基本的にデザートゴーストアザン、まあ、デザゴアザンのダブルレッセイっていうのはもう2つのモルフのいいとこ取りできてる個体が多いですね。もうベビーの時はもうすごい、モノトーンで、まあ、アダルトになって もうそのよりモノトーンが強調されるようなダブルレッセイで、まあ、もう今は僕もデザートゴーストデザゴアザンは欲しいんですけど、まあ、結構お金出しても買えないような
その高額というよりももう珍しいですね。その出してもらえないような、ダブルレッセイですね、うん、僕もその欲しくて結構海外にオファー出してるんですけど、出沢さん自体が売りに出されてないというか、売りに出されても結構売れちゃったりとかしてるダブルレッセイで、まあ結構僕は大好きなカラーのねダブルレッセイなんですけど、まあ、それが狙えるという、モルフですね。まあバンブルビーダブルヘテロ TSK アーザンデザゴのメスで、35万円で販売予定です。続きましてファイヤーダブルヘテロ、TSK アーザンデザゴのメスですね。まあこちらもあの先ほどのバンブルビーと同じで同じヘテロですね。ダブルヘテロの TSK アーザンデザートゴーストがヘテロで入ってますね。で表現体としてはファイヤーですね。でファイヤーが入るんで、こうファイヤーの色っていうのはパステルとはまた違いますね。そのまあパステルほど黄色と黒っていう感じにはならないんですけど、こう結構クリーム色というかね、こう頭の色も抜けつつ結構クリーム色の発色をするモルフですね。その結構ねこれもその個体差もあるんですけど、パステルよりもブラウンアウトしにくいと言われてますね。そのパステルほど明るくないけど、パステルほどブラウンアウトしないと言われてますね。なので結構あえてパステルを抜いてファイヤーで結構明るい、まあ、ライト系のコンボを作る方、作られるブリーダーさんも多いですね。これがファイヤーのヘテロ、アザンデザゴ TSK ですね。 TSK アザンデザートゴーストのヘテロのメスですね、これも35万円で販売予定です。続いての個体がダブルヘテロ TSK アザンデザゴのメスです。まあ、この個体はノーマル表現ですね。モルフは入ってないです。ノーマル表現でヘテロで単純にダブルヘテロですね、TSK アザンデザゴのメスですね。なんですけど、まあ結構、まあ、うちでも結構ガンガン餌上げてるんで、もう成長してますね。ベビーではないですね。まあ、そこそこ成長してる個体で、ダブルヘテロ、TSK アザンデザゴのメスで30万円で販売してます。この個体も多分まだ、今回ご紹介したダブルヘテロアザンデザゴ系って多分ほとんどイベント持って行ってこなかったと思うんですけど、今回はその辺をまとめて持っていこうかなと思ってます。これが、ダブルヘテロ TSK アザンデザゴのメスで30万円で販売予定です。続いてが、デザートゴーストヘテロ TSK アザンのオスです。まあ、これはまあ先ほどのダブルヘテロと違ってデザートゴーストがホモ化してますね。ホモというのはまああのビジュアルというか、あの見た目に表現がもう出てるってことですね。そのヘテロじゃなくてその遺伝子が2つ揃ってデザートゴーストが表現してる個体です。まあ、レッセイモルフが表現してる個体ですね。デザートゴーストのヘテロ TSK アザンのオスですね。この個体45万円で販売予定です。まあ、続いての個体がヘテロサンセットのオスです。サンセットの回でもご紹介した光学モルフのサンセットっていうレッセイモルフなんですけど、それのヘテロが入ってます。まあ、ただこの個体もちょっと残念ながらちょっと脱皮前でかなり黒ずんでしまってるんですけど、これがヘテロサンセットのオスですね。これが17万円で販売予定です。まあ、ヘテロのオスなんでね、これからサンセットのホモを表現体出そうとすると、まあ、メスのサンセットもしくはヘテロサンセットが必要なんですけど、まあ、1台で出そうとするとですね、まあ、ただまあこの個体を使って、まあ、例えばノンヘテロ、まあ、サンセット関係ないをメスとかけると、まあ、ポッシブルヘテロになってしまいますね。その片親がヘテロサンセットでもう片親がノンヘテロ、まあ、ヘテロなしだったら生まれてくる子供のヘテロの確率は 50% になりますね。まあ、それがまあポッシブルヘテロとか言われるんですけど、まあ、あの入ってるかもしれないってことですね。 50% の確率でヘテロが入ってるかもしれないっていう状態になってしまうんで、まあ、そのポッシブルヘテロっていう状態をが結構その何て言ったんですか、その苦手とするとか あんまりこう好きじゃない方も多いんですけど、まあ、個人的には結構ポッシブルヘテロ、まあ、好きって言ったらあれですけど、結構なんか夢あるなんか状態かなって、夢のあるヘテロかなと思ってね、まあ、そういうの好きなんですけどね僕は。そのポッシブルヘテロを検証して、まあ、親と掛け戻して、まあ、子供にホモが取れればそのポッシブルヘテロが 100% ヘテロに昇格するわけで、まあ、そういう楽しみっていうのはありますね。これがヘテロサンセットのオスで17万円で販売予定です。まあ、続きましての個体がマホガニファイヤーイエローベリーのメスです。まあ、マホガニっていうモルフは、まあ、あのちょっとまだ投稿してないんですけど、まあ、あのマホガニ動画、マホガニ特集動画撮ったんで、まあ、あの後日投稿するんですけど、そこでもご紹介してるんですけど、そのマホガニっていう、まあ、あのマホガニ同士かけると、まあ、スーパーマホガニっていう、まあ、結構あのパターンレス、ほぼパターンレスの黒いヘビが生まれるんですけど、まあ、共有性モルフですね。そのマホガニっていうモルフと、まあ、ファイヤーとイエローベリーが入ってるマホガニファイヤーイエローベリーっていう、モルフですね、コンボですね。なんでまあマホガニが入ってるんで、やっぱりこう体と頭の色が違いますよね。頭がちょっとこう体に比べるとちょっと淡い色になることが多いですね、マホガニは。プラスファイヤーが入ってるんでより明るくなって、でそこにイエローベリーが入ってるんで、あのお腹が乱れてますね。やっぱりこれもあのイエローベリーの回でご紹介したんですけど、これ完全にイエローベリーの特徴ですね。これが
でお腹のこう縁までちょっとここ黄色が巻いてるというかね、お腹も黄色くなってますね。でサイドが、お腹のサイドから体のサイドに目がけてこうずっとこう乱れながら下に模様が置いていってっていう感じで、でまあ結構このストライプはね、どのモルフの特徴というよりもそのこのコンボで、まあ、このたまたまストライプになったっていう感じだと思うんですけど、まあそのマホガニーも多少ストライプに影響してるかもしれないですね。これはマホガニーファイヤーイエローベリーのメスで12万円で販売予定です。まあ、結構このコンボはその繁殖目線で考えた時にかなり面白いかなと思うんですけど、例えばそのマホガニーっていうのはまあ先ほど申し上げた通りスーパータイになるとまあパターンレスの黒いヘビが生まれるんですけど、で次はまあそのファイヤーですね。ファイヤーもまあご存知の方多いと思うんですけど、ファイヤー同士でスーパーファイヤーっていうまああの黒目の白ヘビですね、ブラックアイルシュが生まれますし、でイエロービリーはイエロービリー同士かけるとまあ本日何匹かご紹介したアイボリーっていうまああの象牙色のまあ粒子系ですね、粒子が生まれるんで、結構こうパターンレス系のまあ粒子系だとかまあ黒ヘビ系が生まれるその3パターン狙えるコンボなんで、まあ結構面白い答えかなと思います。これがマホガニファイヤーイエローベリーのメスで12万円で販売予定です。まあ、続いての答えがパイですね。まあパイボールド、まあ、パイドとかも言われるんですけど、まあパイのメスです。まあ、この答えもねちょっとまだ今脱皮前で白くくすんでしまってるんですけど、まあシングルのパイなんですけど、まあローホワイト、ローパイとかローホワイトとか言われるんですけど、もうこの柄の面積がかなり多くて白い面積が少ないっていう答えですね。でこの答えはまあアメリカからの輸入答えなんですけども、この柄ですね、そのパイのこの模様の中の柄がめちゃくちゃ乱れてて、もうこれが最高にタイプやったんで輸入した答えなんですけど、パイのメスですね、単純なパイのメスです。でローホワイト、ローホワイトでもう柄がめちゃくちゃ乱れてて、もうこれね脱いでも結構色黒いんですよね。こうかなり黒くて乱れてるっていう答えで、まあ、パイのメスで8万5000円で販売予定です。まあ、パイボールドは特にアメリカでかなり人気、まあ、日本でもねもちろん人気なんですけど、もうアメリカでかなり人気で、もう輸入個体のパイってどうしてもちょっと高くなってしまうんですよね。そのまあその相場感覚とかっていうのはまあねお店によっても違いますし、人によっても感覚違うんで、まあ何とも言えないんですけど、まあそうですね、その日本の方がアメリカよりもこうパイの値段って安いタイミングもあったぐらいアメリカが人気なんですよね。でなんかさ、アメリカでパイの値段がなかなか下がらない、そのシングルのパイの値段が全然下がらないですね。まあ、特に日本の話で言うと2018年がパイの値段の底値やったかなと思いますね。もう安かったら結構国内で販売価格5万軽く切ってたりとか、まあ、3万台4万台っていうのがたまに見かけたんですけど、もうそれってもうアメリカよりも安いんですよね。アメリカはその間も全く下がらなくて、なので結局日本もその後まだ値段がちょっと上がって、今の相場でいうとまあこれあくまで僕の感覚なんですけど、シングルのパイだったら6万円から8万円ぐらいかなと思いますね。まあメスオス含め、まあ、6万円から8万円ぐらいかなと、まあ、9万円超えることってそんなにないと思うんですけど、まあ、大体それぐらいかなと思いますね。でただまあ国内 CB よりも輸入個体の方がどうしても高くなってしまったりだとか、あとはまあ僕も輸入個体でもたまにそうなってしまうんですけど、まあ、特にこうパイボールドっていうのはまあハイホワイトとローホワイト、まあいろいろまあバランスがあるんですけど、まああとミドルとかね、まあ傾向的にこう売れやすさとか人気、まあ統計的には人気で言うとミドルぐらいが結構売れ行きがいいというか、なんでこうかなりバランスのいい個体とか、あと絵文字パイって言ってその顔文字みたいな、ね、絵文字みたいなこうスマイルマークみたいなのがついてると、まあ、結構高くなったりするんで、そのミドルとかであとスマイルマーク入ってたりすると割と高いかなっていう場合もありますね。例えば9万円10万円になる場合もたまにあるかなと思います。この個体はパイのシングルのメスで8万5000円で販売予定です。続いての個体がファイアフライバナナイエローベリーのメスです。この個体も、まあ、あの先ほどの、メス個体と同じく、まあ、バナナのメスですね。ファイアフライなんで、まあ、パステルとファイアのコンボですね。ファイアフライっていうベース名になります。に、イエローベリーが入った、メスですね。この個体が12万で販売予定です。あ、ただこの個体ちょっとなんかね、あの左顎の後ろにちょっとかさぶたみたいなのがあって、なんか脱皮してもね今のところちょっとあんまり消えないんですけど、まあこれがちょっとありますね。なんであのイベントにあんま連れて行ってなかったんでちょっとキープしようかなと思ってたんですけど、まあ、今回だけちょっと連れて行こうかなと思ってますね。ここにちょっと黄色い、あ、茶色いかさぶたみたいなのがありますね。まあ、脱皮するためにちょっと薄くなっていってるんですけど、今のところそんなに消えてないんで、まあ、これちょっと気になる方はあの気をつけていただいた方がいいと思います。これファイアフライバナナイエローベリーのメスで、12万で販売予定です。これもまあ少し育ってますね。あ、体大きいですね。ベビーではないです。続きましてこの個体が、VPI アザンパステルですね。あのパステル VPI アザンのオスです。
まあ、TSK とか VPI とかっていうのは、まあ、アザンのラインですね。他にもいろいろなラインがあるんですけど、まあ、ラインごとの互換性は全くないですね。その見た目的にはそんな劇的な違いはないんですけど、まあ、今のところ流通量は VPI が、国内の流通量は VPI が一番多いんですけど、まあ、近年、まあ、当時でもそうなんですけど、結構ヨーロッパ系の輸入が多くなっていて、ヨーロッパ系は結構 TSK かなり多いんで、まあ、今は割と TSK の流通量がかなり増えてきてるかなと思ってますね。この答えは VPI です。なんで本日ご紹介したあの TSK 系のアザンとは互換性が全くないんで、それと仕掛けてもアザンは生まれないですね。これ VPI アザン、まあ、パステル VPI アザンですね。そのパステルが入ってるんで、普通のアザンよりも少し明るいという感じなんですけど、パステル VPI アザンの、オスですね。で、9万円で販売予定です。以上が、ジャングルハンター福山に今回持っていく、まあ、予定の販売予定個体紹介でした。まあ、ジャングルハンターというイベントは、まあ、当店がお店をオープンしたのは2018年の12月なんですけど、まあ、その2019年ですね。2019年はジャングルハンターの、イベントの主催がかなり全国各地でありまして、まあ、ほとんどそのイベント出展させていただいて、まあ、結構お世話になったイベントなんですけど、まあ特にこう地方とかあんまりこうイベントが主催されないような地域で、結構主催されているイベントでもあるんですけど、まあ、今回は福山という、広島ですね。広島の結構東の方の福山市というところなんですけど、まあ、福山のイベントは、まあ、私が結構出展させていただくのは初めての地域でして、まあ、福山の地元の、まあ、広島の、まあ、お客様たちも、まあ、当店のお客様で広島の方も多いんで、まあ、その方たちは、まあ、新たな、お客様と出会えることを、期待して、今回は出展させていただきたいと思っております。それでは会場でお会いしましょう。良いボールライフを。